こんにちは、ケンです。今回はサラリーマンの聖地新橋をご紹介します。オフィス街が立ち並び、居酒屋も数多く軒を連ね、金曜日になるとお父さんたちが大いに騒ぐ。そして顔を赤くしたお父さんがテレビ街頭インタビューに映る SL 広場。新橋にそんなイメージをお持ちの方が多いかもしれません。そんな新橋ですが、実は洗練されたエリア、東京都港区に位置しています。すぐ隣には銀座があるし、築地にも徒歩で行きます。新橋駅には東海道線、京浜東北線、山手線、横須賀線のほか、東京メトロ銀座線も乗り入れているため、交通アクセスの面でも優秀です。そんな私たちのよく知る新橋はどうやって形作られたのでしょうか。この新橋、台本を作っていたらかなり長くなってしまったので、2回に分けてお届けしようと思います。新橋をかつて流れていた汐留川の風景、そして新橋をめぐる鉄道の歴史、この2つを軸にお届けしようと思います。まずは江戸時代の幕開けまで遡ってみましょう。戦国時代に関東一帯を支配していた北条氏が1590年に滅んだ後、豊臣秀吉の命で江戸に入ったのは、戦国大名随一の苦労人にして最後の勝利者、徳川家康。現在の東京をイメージすると、良い領地を割り当てられたなぁと思うかもしれません。しかし話はそう簡単ではありません。当時の江戸は現在の東京とは全く異なる様相を呈していました。こちらは NHK 歴史ドラマ、家康江戸を建てるの第一部、水を制すの冒頭シーンです。門井慶喜氏の原作も素晴らしいです。入府した家康一行がお茶の水、つまり神田山の頂上付近から江戸を見下ろしています。この風景が結構衝撃的です。家臣らは、秀吉め、こんな荒れ野を当てがいやがって、せめて小田原になさってはと進言します。しかし家康は、いや気に入った、わしは決めたぞ、この江戸をいずれは大阪と並ぶ、いや日本一の城下にしてみせる。この荒れ野でございますか、そうさ、そのためにはまず水を制さなくてはならぬと言います。現在の新橋駅のあたりは江戸湾、つまり東京湾に面した岬の先端に位置していました。築地から新富町、八丁堀あたりはすべて海でした。そして反対側、内幸町から日比谷公園のあたりまでは日比谷入江と呼ばれる内海でした。この半島のような地は江戸前島と呼ばれていました。現在の地図と比較するために重ねてみました。新橋の先と愛宕山の間は海、日比谷入江がそこから江戸城まで伸びていたわけですね。内幸町は完全に海の中となります。ちなみに新橋駅西口の烏森という旧地名は、もともとこの辺りは江戸湾の砂浜で、一帯は松林でした。そこで烏の森と言われていたこと、さらにカラスが多く集まって巣を作っていたことに由来するそうです。今日においても多摩川、隅田川、荒川、江戸川と4つの一級河川が東京湾に流れ込んでいますが、当時は利根川も江戸湾へと流れ込んでいました。低湿地帯が多かったこともあり、昔の江戸は雨が多く降るとすぐに水浸しになっていました。治水面で大きな問題を抱えていたのです。そんな状況を打開すべく、家康は農地対策、洪水対策を目的として利根川本流の東遷をはじめとする大規模な工事に乗り出します。家康はもちろん現場で働いていた人にとっても相当な大事業であったはずです。少し脱線して利根川の東遷について、もともと利根川と荒川は同じ水系に属していました。利根川は群馬山中の水源からまっすぐ南下し東京湾へ、荒川の方は埼玉県西部に端を発し、東へ流れて利根川と合流していました。このもつれ合う2本の糸を家康はほどき、利根川は東へぐいと曲げて太平洋鹿島灘へ注ぐように、荒川は江戸に引き込みました。新しくできた利根川の下流部はゼロから土地を掘り起こして川を作ったというよりも、鬼怒川や大小の沼や川をつなぎ合わせて、つながってない部分は土地を掘削して川としたようです。現在私たちが住む東京も、もし家康が来なかったら全く開発されず別の歴史を歩んでいたかもしれないと思うと、複雑な思いに駆られますし、家康が従来の戦国武将たちとは一線を画した人物だったことが伺えます。先ほどの NHK 家康江戸を建てるの第一部、水を制すから利根川東遷後の江戸の風景がまた印象的です。わずか14年間でこの城下を作ったわけですね。家康が入府した時のシーンと重ねてみましょう。
そんな治水工事の結果として生まれた水路の一つに汐留川があります。汐留川は徳川家康の江戸城築城に伴って神田山を切り崩し、その土で日比谷エリアが生み立てられた際に外堀とともに作られました。当時は浜御殿の西べりにあたる水路を指す名称でした。現在、日銀本店そば日本橋川に架かる一国橋のあたりから京京線とほぼ同じ経路を流れ、浜離宮の脇へと注いでいました。少し脱線して京京線について、京京線、正式名称東京高速道路は、銀座の街の外周を囲むように走る約 2km の一般自動車道で首都高に直結します。この一見存在価値がわからない道路は実は無料なんです。道路下のテナントの賃料収入から維持管理費を捻出しているとのことです。首都高速都心環状線の汐留ジャンクションと京橋ジャンクションの間をつなぎ、1966年昭和41年に全線開通しました。築地川を埋め立てた都心環状線は首都高でも有数の渋滞区間で、この渋滞を回避するときにも使えます。ただ首都高接続の入り口と出口で ETC ゲートをくぐる必要があるので、料金は割高になります。そうです、首都高を出て、そしてさらに首都高に入り直すということになります。逆に料金所の間にある、例えば土橋から入って新京橋で出る場合、料金はかかりません。無料です。これ意外とご存じない方が多いです。この京京線、非常に景観が良いです。現在銀座エリアの再開発の一部に組み込まれていて、将来おそらく2040年頃の完成を目指して緑道として歩行者に開放しようという話が東京都では真面目に検討されています。そうなると時々京京線を使う私としては非常に残念です。さて、その京京線がかつて汐留川だった時代に話を戻します。こちらは昭和22年の新橋駅から汐留川周辺の空撮写真です。画面中央をカーブを描いて流れるのが汐留川。新橋、汐留エリアと銀座エリアの境界を形成しています。中央通りと昭和3年にできた昭和通りの間に挟まれている川は三十間堀川で、戦後 GHQ の命令で銀座にあった瓦礫により埋め立てられています。三十間堀川の埋め立ては昭和24年に完了しました。昭和通りの下に見える築地川も昭和40年代にはほぼ大部分が埋め立てられ、現在は首都高都心環状線となっています。鉄道のセクションで詳しく話しますが、明治期には新橋停車場と呼ばれていた初代新橋駅は高麗橋の南西側にありました。横浜につながり旅客輸送を行っていました。大正3年1914年に東京駅が開業するまで、まさに新橋は東京の玄関口でもあったのです。このアウトラインを掴んだ上で新橋に入っていきましょう。新橋という名称はこの汐留川にかかっていた橋の名前に由来します。1601年に整備された東海道が1604年に延伸されたことに伴い、日本橋に起点が移ることになりました。それまでは現在の港区芝4丁目あたりが東海道の起点でした。東海道の起点を日本橋に移動する際に新橋が架けられたそうです。新しい橋ゆえに新橋、意外に単純です。こちらは明治40年の新橋と帝国博品館です。時計塔とモダンな洋風建築が当時注目されました。昭和5年に帝国博品館は廃業し、カフェやキャバレーがこの地に出店しましたが、1978年昭和53年に現在の博品館は復活します。余談ですが、この当時のカフェというのは純粋な喫茶店ではなく、女給が客の席について接待をする酒場という性格が強かったそうです。さて、この新橋ですが、昭和初期までは地名としての新橋は存在しませんでした。地図にある通り、明治11年から昭和22年にかけて東京中心地域の行政区は15区に分割されていましたが、そのうちの芝区、麻布区、赤坂区が合併して昭和22年港区ができます。現在の新橋は当時の芝区に属しました。1932年昭和7年復興時の町名整理の際に、芝区、汐留町、芝口町、双葉町など11町が統合し、地名としての新橋が誕生します。右側の青い線で囲んだ部分です。こちらは芝口全景の絵はがきです。往来のある通りが東海道、すなわち現在の第一京浜です。この先右手が中央通りの起点となる場所です。正面奥右側の小高くなっているところが愛宕山です。現在の様子です。東新橋1丁目交差点、右奥に伸びる道路が平成26年に開通したマッカーサー道路、虎ノ門ヒルズが映っています。こうして見ると当時の面影は全くありません。こちらは昭和5年の新橋交差点です。路面電車の線路や停留所が交差点に置かれており、にぎわいを見せているのが感じられます。
橋としての新橋は車や東京市電が走る中央通りを画面左奥に進んだ汐留川に架けられていました。なお左側にある佃煮の玉木屋は現在もこの地で営業しています。こちらは昭和13年頃の新橋です。洋風な外観が印象的ですね。橋の向こうの建物の配置からすると上流難波橋側から撮影されたようです。こちらも難波橋から見た川沿いの様子です。この辺りには敗戦後の一時期古本屋の露店が並んでいたそうです。こちらが現在の難波橋交差点です。京京線の高架下銀座9、2号館になっています。この難波橋は銀座方面に向かって銀座並木通りの起点にもなっており、ルイ・ヴィトン、シャネル、ロレックスといった高級ブランドが店舗を構えています。こちらは新橋から土橋方面に向かって汐留川を撮影した一枚です。正面の橋が難波橋、新橋ネットというサイトの情報によれば、その先の土橋のあたりはお堀から流れてくる水をせき止めておく堰堤になっていて、満潮時に水が汐留川に落ちる音から土橋はどんどん橋と呼ばれていたそうです。現在の様子です。こちらのカニ道楽はインバウンド景気で中国人旅行者が日本に押しかけてきてから予約が取りづらくなりました。それ以前は個人的によく利用していました。2009年大規模にお店をリニューアルしました。入り口は中央通り沿いにありますが、リニューアル前は難波橋の方にあったような気がします。こちらはおでん屋おたこうの裏手側です。当時の汐留川ではハズも釣れ、お堀からは鯉や金魚も落ちてきていました。船の通りも多く、古い家には地下があって直接船から荷物の積み下ろしができるようになっていたそうです。東京のど真ん中で自宅の窓からハゼ釣りができたと思うとちょっと最高ですね。こちらもそんな風景が感じられる一枚です。おたこうが左側に見えます。土屋と書いてある中央の看板の下に制服姿の警官と倒れ込んでいる人が写っています。泥酔者でしょうか。ただし土屋の看板にはセメントと書いてあるので工務店か何かでしょうか。隣の建物の窓から顔を出してその様子を眺めている人もいます。一体何が起きたのか気になるところではあります。おたこうは新橋1丁目で昭和7年創業、昭和27年に汐留川に面した芝口薬局の並びに店を移し、平成20年からは西新橋赤レンガ通りで営業されています。なおおたこうの並びにあった芝口薬局は現在でも同じ場所で営業されています。この写真があった場所を歩いてみました。難波橋と土橋交差点に挟まれたエリアです。現在歩行者専用道路になっています。交差点の名称以外当時を忍ばせるものは何も残っていません。こちらは汐留川埋め立て前の新橋を捉えた写真です。大きな建物が立ち並び、おたこうの周りと違って都会的な雰囲気を感じさせます。汐留川は浜離宮に向かって右側にカーブしていますが、この先に蓬莱橋があり、現在では芝浦方面に伸びる海岸通りの起点となっています。ここにドンキホーテ銀座本館があるわけですね。こちらは土橋から見た埋め立て中の汐留川です。昭和39年の東京オリンピック開催に向けた交通整備事業の一環として昭和28年から始まった埋め立て事業は昭和38年に完了し、汐留川にかかっていた土橋や難波橋は廃止されました。地名の由来となった新橋もまた廃止されています。農心の広告塔の奥には NEC の広告塔がありました。球体が回転するタイプで、当時 NEC はトランジスタラジオが主力製品でした。今では川も橋もなく新橋の親柱だけが残されています。なお新橋の親柱は平成30年に港区の文化財に指定されています。新橋という地名の端緒が未来へと引き継がれていくことは嬉しいですね。先ほども出てきたこちらの写真、右側に親柱が写っています。豊富な水量をたたえる汐留川には船が係留され、橋には往来する人々、乗り合いのバスが見えます。続いて新橋をめぐる鉄道について説明します。新橋といえば日本鉄道の発祥の地というイメージをお持ちの方も多いでしょう。明治5年1872年に日本初の鉄道路線として新橋駅、横浜駅間が開業します。日本における鉄道の歴史の幕開けとなりました。ただ開業までの道のりには様々な困難がありました。明治政府の要人たちは西洋列強に日本の国力を誇示しようと、当初は横浜から神戸に至る膨大な距離の列車を走らせようとしていたそうです。しかし軍事費が膨らんだせいで資金不足に陥り、急遽距離を大幅に縮小。
貿易の中心地である横浜と輸送の基地として汐留が選ばれることになりました。ちなみに西郷隆盛は鉄道よりも軍の強化を優先すべきだと主張していました。鉄道推進派はむしろ少数だったといいます。反対派の主な主張は外国との戦争に備えて海軍力をつけなくてはいけないというものでした。当初は大久保利通も西郷に同調し鉄道敷設に反対の立場を取ります。鉄道敷設ルートの高輪、三田には薩摩藩邸があり、鉄道敷設のための敷地測量を強引に拒んでいました。一方、鉄道建設を推し進めていたのは伊藤博文と大隈重信の2人。その大隈は言いました。それなら陸を避けて海に鉄道を通せと、政府のお雇い外国人で鉄道技師の英国人エドモンド・モレルに相談すると十分可能だとのこと。海の上に堤防を築き、その上に鉄道を走らせることになりました。その結果、新橋横浜間29キロのうち新橋品川間 2.7 キロの区間が海の上を行くことになりました。工事は何度も潮をかぶり遅延しましたが、明治5年10月無事開通し、開通開業式典が行われました。なお、この築堤の時に使われた土砂はすぐ近くにあった御殿山、八つ山を切り崩したものだったといいます。ペリーの黒船来航以来、江戸防衛のためにお台場を築くにあたり使った山ですね。御殿山、八つ山の歴史については五反田編で詳しく触れていますので、もしよかったらご覧ください。そして2019年11月に高輪ゲートウェイ駅新設工事において地下に埋もれていた高輪築堤の遺構が発見されたのはまだ記憶に新しいです。世界的にも注目を集める近代文化遺産として保存への道が現在模索されているようです。さて、この日本初の鉄道の駅が新橋に開設されたわけですが、これは現在の場所ではなく汐留にあり、新橋停車場と呼ばれていました。この鉄道はその後、明治22年には神戸まで延伸され、新橋停車場は東海道本線における東京のターミナル駅、東京の玄関口としての機能を果たすことになります。木造石張り2階建ての西洋建築の駅舎を有し、ハイカラな建築だったようです。新橋停車場は大正3年に開業した東京駅に旅客ターミナル駅としての機能を譲ると、その広大な敷地を利用する形で貨物専用駅として利用され、汐留駅と名付けられます。これが明治期の新橋周辺の地図です。汐留駅のところに新橋と書いてあります。字が違います。これは変体仮名と呼ばれ、小粋に見せるためわざと当て字を使ったとのことです。実際、明治期の小説を読むと、東京の玄関口である新橋停車場に人を見送ったり迎えに行ったりする記述がたくさん出てきます。夏目漱石の有名な作品心では、私はそのうち先生の留守に行って、奥さんと二人差し向かいで話をする機会に出会った。先生はその日、横浜を出版する汽船に乗って外国へ行くべき友人を新橋へ送りに行って留守であった。横浜から船に乗る人が朝8時半の汽車で新橋を立つのはその頃の習慣であった。森外のコンピラでは、主人公の小野博士が大阪の梅田停車場から汽車に乗り、新橋に着いた時の様子が描かれています。汽車はようよう広いところにまばらに明かりのついている賑やかなようで寂しい新橋停車場に着いた。博士は特別に寒いように思われる夜の東京を車で駒込へ帰った。1904年、明治37年から翌年まで続いた日露戦争で勝利した大日本帝国軍は、ここ新橋停車場で凱旋パレードを開催しています。駅前の広場には凱旋門が作られ、将軍の姿を一目見ようと市民が押し寄せました。その時の光景を夏目漱石は1906年明治39年発表の短編「趣味の遺伝」にて主人公の視線で書いています。空想にふけりながら、いつしか新橋へ来た。見ると停車場の前の広場はいっぱいの人で、凱旋門を通して2軒ばかりの道を開いたまま、左右には割り込むこともできないほど行列している。なんだろう、世の左右に並んだ銅像は一斉に万歳と叫んだ。その声の切れるか切れぬうちに、一人の将軍が挙手の礼を施しながら世の前を通り過ぎた。色の焼けたごま塩ひげの小作りな人である。左右の人は将軍の後を見送りながらまた万歳を唱える。こちらは明治35年の鉄道路線図からです。新橋と上野間、まるで強力なバリアを張られているかのように、上野と新橋の間にぽっかり空間が空いています。なので、大阪から青森に行こうと思ったら、新橋で降りて上野まで徒歩、もしくは東京市電、つまり路面電車で移動しなくてはなりませんでした。
新橋上野間約6キロ。明治15年に馬車鉄道が新橋上野間で誕生したのもこの経緯があるからです。こうして東京の表玄関となって賑わった新橋停車場ですが、それにしても東京駅の開設が大正3年であったという。なぜここまで遅れたのでしょうか。3つの理由が考えられています。一つは皇居の前に鉄道を通し真正面に東京駅を作ることに対し一部から猛反発があったこと。二つ目に日露戦争が長期化したことによる財政問題。三つ目に用地買収の問題です。この区間は江戸期から町人地に割り当てられており、用地買収が難航したことなどが挙げられます。大名屋敷の跡地なら維新で侍がこの世から実質的にいなくなったわけですし、それまでは将軍からタダで借りられていたものも今後は賃料を政府に払わなくてはなりません。したがって大名屋敷跡は接収も早いのですが、町人となるとそうはいきません。続いては現在の新橋駅について説明します。山手線の電車専用駅であった烏森駅は1909年明治42年に開業します。総連が作りの威風堂々たるものでした。駅舎は現在の東口、汐留口の方にありました。この駅が大正3年以降東京駅ができたのをきっかけに新橋駅と改称されました。今一度先ほど紹介した新橋駅周辺の空撮写真を見てみましょう。確かに駅舎が汐留方面にあるのがわかります。終戦直後、昭和20年秋の新橋駅の様子です。すでに闇市が出来上がりつつあった頃です。こちらは米国陸軍の少佐が撮影した新橋駅日比谷口前の様子です。バスが走る道路が外堀通りで、ニュートーキョーがあるビルが現在のスーツカンパニーにあたる場所です。これは難波橋から見た新橋駅です。銀座並木通りから明治末期に建造された新橋駅の駅舎を正面に見ることができたわけですね。こちらはほぼ同じアングルからの現在の画像です。確かに汐留口のあたりが正面に見て捉えられますね。新橋駅は東洋初の地下鉄を開業した東京地下鉄道、現在の東京メトロ銀座線です、に名を連ねる駅でもありました。昭和2年に浅草上野間を建設した東京地下鉄道は昭和9年に新橋駅を開設しています。つまり浅草から上野を経て小刻みに京橋、銀座など駅を作りながら新橋にまで到達したわけです。この東洋初の地下鉄を作った人物こそ現在の山梨県笛吹市出身の早川則次。鉄道院総裁後藤新平の下で地方の赤字鉄道路線を次々と立て直すなど辣腕を振ります。大正3年欧州視察の際、イギリスロンドンで発達していた地下鉄を目の当たりにし、これを東京でも実現しようと決意します。東京の地盤の軟弱性や莫大な建築費がかかることから周囲は猛反対しますが、早川は自ら地質の調査をし地盤が意外と強固であることを確証します。金融機関を説得して回ります。この早川の粘り強さにどんどん賛同者を増やし、大正14年浅草上野間の工事に着手、昭和2年に開業、さらに昭和9年に新橋までに至りました。その早川則次率いる東京地下鉄道に対し、西側東京の山手渋谷から巨大な対抗勢力が現れます。それが東急グループを、いやもっと言えば現在の渋谷を作り上げた敏腕起業家後藤啓太こと後藤啓太です。当時の渋谷、五街道から外れ宿場もなく、明治に入ってからも新宿に比べるとかなり寂れた渋谷村に鉄道を通し開発したのが後藤啓太です。実質渋谷発展の土台を一人で築き上げた人物です。東京高速鉄道は昭和14年に渋谷新橋間で開通しました。ここに早川乗り継ぐ対後藤啓太が対立する構図が浮上したわけです。当初東京地下鉄道は東京高速鉄道との乗り入れを拒否していたため、地下鉄新橋駅には両者の駅が並んで別々に存在していました。乗り換えには一旦改札を出なくてはならず、かなり不便だったようです。内務省の調停により両鉄道の乗り入れが決まり、東京高速鉄道の新橋駅は閉鎖されます。わずか8ヶ月間使用されただけという幻のホームとなりました。現在もなお銀座線の留置線として残されており、一般の人は立ち入れませんが、東京メトロのイベントで幻の駅が公開されることがあるそうです。東京地下鉄道を率いた早川乗り継ぐは荒俣宏原作の帝都物語にも登場します。映画版では宍戸城が早川を演じています。あらすじは次の通り、渋沢栄一により帝都東京は近代化されようとしますが、平将門の霊がすでに東京に結界を張っていました。
ある陰陽師の男から霊的な改良を加えなければ近代化は失敗するだろうと忠告されます。帝都滅亡を企む謎の男加藤と近代化を進める人々の戦いが始まります。物理学者寺田虎彦が早川宣次と震災後のバラックで初対面するシーンです。生態実験物理学教室の寺田虎彦博士とお見受けします。いかにもそうですね。あなた、私、東京地下鉄の早川宣次と申します。今何とおっしゃいました。エンディングロールは開業した地下鉄を早川が案内するシーンです。東京メトロ東西線葛西駅の高架下にある地下鉄博物館で撮影が行われたそうです。実際この博物館内には銀座線開通時の上野駅のホームを再現しているとのことです。はい、ということで今回はサラリーマンの街新橋の歴史風景その第1弾をお送りしました。家康の入府まではその正確な人口さえわからない寂れた湿地帯であった江戸、その東京湾に突き出た江戸前島の先端にあった砂浜と松林が広がるだけだった烏森、江戸期においては埋め立てが進み日の本の都として人口が集中します。明治に入って鉄道が建設されるや新橋は東京の玄関口として一躍近代都市の容貌を帯びていきます。今回は新橋第一弾として江戸時代の風景、堀割としての汐留川の様相、鉄道発祥の地としての旧新橋停車場、烏森駅と呼ばれた現在の新橋駅、2つの地下鉄路線が乗り入れた新橋駅を紹介しました。次回第2弾では戦後の闇市の風景、新橋を彩った花街の風景、さらに新橋にゆかりの深い人物についてお届けしようと思います。この動画が良かったなと思われましたら高評価チャンネル登録をぜひお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。